はい、貯蓄マニア主婦のなおです。今回は、貯金をするなら、1500万円貯めるなら今すぐやめるべきことをお話ししていきたいと思います。はい、今までもね、いろいろ節約方法だったり、貯金の方法だったりお話ししたんですけど、私たちの年間の夫婦の貯蓄率は1年目が 60% でした。はい、なので、今度ね、今から私たちが普段から心がけている、1500万円を20代のうちに貯められた秘訣を紹介していきたいと思います。はい、これをね、知れば結構貯金をねしやすくなるのかなと思うので、できるだけ今すぐやっていたらやめていただきたいことなので、ぜひぜひ最後まで聞いてください。はい、まず一つ目は現金での支払いをすることですね。クレジットカードや電子マネーで支払う方がやっぱりポイントがちゃんと貯まるのでお得です。専用アプリとかサイトで支出の確認もちゃんとできるので、こまめにチェックすれば使いすぎの防止にもつながります。できるだけ現金支払いではなくてキャッシュレス決済を心がけるようにしてほしいですね。はい、どのキャッシュレス決済でも大丈夫です。いろいろポイント貯まるので何でもいいと思うんですけど、はい、私たちの夫婦は楽天と T ポイントを主に使ってますかね。他にもでもいろいろキャンペーンがあったりするので、D ポイントとかも貯めたりしてるんですけど、はい、ぜひやってみてください。2つ目はコンビニ自販機の利用ですね。コンビニや自販機は立ち寄りやすくて物価がとっても高いです。コンビニ弁当を買うんだったらスーパーのお惣菜を買う習慣をつけるといいと思います。日頃から水筒やタンブラーを持ち運ぶようにするなど、できるだけ利用しないように心がけましょう。コンビニとか、同じものを買うんだったらスーパーとかの方が安いことが多いですね。だから幸福感は手に入れる幸福感は変わらないのに値段が違うので、そうだから同じもの、例えばアイスとかもコンビニで買うよりスーパーで買う方が安かったりしますよね。同じアイスを食べるんだったら安い方で買った方がいいっていうことですね。だから、コンビニはすごく立ち寄りやすくていろんなとこにあるのでフラッと行きやすいけど、やっぱりスーパーとかドラッグストアとかにフラッと行ける方がいいと思うので、コンビニのね、中毒にならないように、あとは自販機も、ちょっと高いので自販機利用しないように持ち運ぶようにしたりとか、そうやってエコにもつながりますしね。はい、でもどうしても出先でね、喉が渇いたっていう時は仕方ないと思うんですけど、はい、節約につながるのね、できるだけ控えた方がいいかなって思います。はい、次3つ目はですね、すごく細かすぎる家計簿ですね。はい、貯金するために収支を把握するのはとっても大切なことで基本なんですけども、あまりにも細かく項目を分けすぎちゃうととっても面倒くさくなって続かなくなりやすいです。できるだけシンプルに続けやすい方法で行うといいですね。我が家は変動費は結構食費、日用品、ガソリン代以外は結構ざっくりその他みたいな感じでまとめちゃってますね。医療費がいくらとか、美容費がいくらとか、衣服代いくらとか、そういうのまでは計算してないです。やりすぎると面倒くさくなります。面倒くさくなると続かなくなります。なので、そう、できるだけざっくりとした家計簿をつけるように心がけるといいのかなって思います。はい、次4つ目はですね、飲み会には行かないことです。今はね、このコロナのご時世行く人はほとんどいないのかなって思うんですけど、飲み会はお金を浪費しやすい場所ですね。でもお金はたくさん使うのに酔っ払ってしまうので、
会話の記憶がなかったりします。思い出に残らない飲み会よりも思い出に残る遊びに行くようにするといいですね。はい、まあ、私たち夫婦はどちらもお酒が弱くて、そこまでね、若い時に飲み会に行った方ではないと思います。まあ、ノリでね、行ったりしたこともあるんですけど、お酒が弱い分、すごく記憶がなくなってしまったりすることが多かったのもあって、ね、結構私たち二人で過ごす時はお酒をほとんど飲んでないですね。ね、やっぱりそれだったら旅行に行ったり、ちょっとり旅行に行ったり、あとディズニーとかね、おしゃれなカフェ行ったりとか、どうせお金をかけるんだったらちょっと思い出に残った方がいいのかなって思います。だからまあ、お酒が好きな人はいいのかもしれないんですけど、やっぱ高いから、その高い、まあ、結構4000円とか5000円とかいっちゃうような気がするんだよね、飲み会行くと。その4000円5000円使うんだったら、なんかコース料理食べた方がいいのかなって私時には思っちゃうんですよね。はい、まあでもそれは人それぞれの価値観なんですけど、まあせっかくこのコロナのご時世で行く機会が減ったっていうのもあるので、行く頻度を減らして、そういう思い出に残るものにお金を使えるといいのかなと思います。はい、で次5つ目はですね、趣味を減らさないことですね。節約や貯金にとらわれすぎて、好きなものを減らしすぎちゃったら途中で辛くなって続けにくいです。自分の中でここにはお金をかけたいところと妥協してもいいような減らすところを決めて、メリハリをつけるといいですね。趣味を削るっていうのはあんまり良くないことだと思ってて、そう、なんかやっぱり自分の幸せに感じることをやめるのはきついじゃないですか。だから自分の幸福に感じてる趣味はできるだけ存続して、無駄なものを減らしていってほしいんですよね。なんか、まあ、私例えばもうコロナ禍前はすごくフェスとか旅行とかもすごく定期的に行ってました。もうフェスとかライブってもう1万2万正規でするんですけど、普通に定期的に行ってましたし、旅行ももう本当に定期的に行ってました。まあ、旅行まで行かないディズニーとかね、そういうのも大好きだったので、結構月にもう毎月のように何かしらには行ってたんですけど、そう、あとはまあ結構美容とかね、エステとかも行ってたし、そういうのも1万2万するエステとかも行ったりしてました。やっぱり肌が弱くて、それが悩みだったのでね、脱毛に行ったりとか、そういうこともしてました。そういうなんか私の中ではその悩みを解決することと、あと自分の好きなものにお金かけたいっていうのがあって、だからそこにはお金かけたいと思ってたんですね。でもその分固定費を下げたり、例えば私一人暮らししてた時はもうめちゃくちゃ築年数古い3万9000円とか、まあ駐車場込みで4万ちょっとのアパートに住んで、築年数も古い、なんか若い子って結構綺麗な家住みたいと思うんですけど、そういうのに私お金かけたかったから、家賃はもう安くしました。あとは食費や日用品代は、まあ、毎日その一人暮らししてる頃から自炊をしたりとか、あとポイントをね、その全部キャッシュレスにするっていうのも結構前からやってて、そう、節約を頑張ってましたね。だからそういう なんだろう、なんか日々の食事とか日用品とかはもう本当にお金かけないように徹底して、そう、だから日用品も一番安いもの、トップバリューとかね、なんか歯磨き粉とかあったクリアクイーンとかで、なんかガードハローっていうめっちゃ安いのが売ってるんですよ。だからそういうのを買ったりとか、一番売ってるものの中で安いものでも歯磨き粉とか結構どうでもいいものっていうか、もうどうでもいいっていう、なんかあんまりな自分の中で価値を感じないものは安く、でも化粧水とか化粧品とかそういうのはお金かけたいとか、なんかそういうメリハリをつけるといいのかなって思います。だから自分のなんか中で、そう、これはお金使いたい、お金はいいかなっていうのを決めるのが大事ですね。
はい、以上私が普段から心がけている貯金するならやめるべき方法ですね。まあこの中でもしやっていることがあったらやめてみてください。心がけることで一気にお金が貯まりやすくなると思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。